皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。今日のシダル TV はこちらのクラブを試打させていただきたいと思います。ロッディオ CC4 自動アイアン、これは多分先に動画が出てるであろう PC4 自動よりも多分もうちょっと上級者モデルなんじゃない。ゴツ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  S15C 南鉄鍛造一体成形の模様、これどう見てもゾディアですよね。てーんてーんてーんいい音。ゾディアの千葉さんね、例の千葉文夫さん、はい、超名称のが作ったマスターヘッドを、機械加工でがっつり削って形を作る、ヘッド外周ソール、フロントフェース、バックフェースを機械加工でガーッと削って、もともとある 500g 強ある鍛造をですね一気に削る。で超尖って最後の最後のネック周りとかヘッドの外周とかは、千葉さんの研磨によるものだというふうに書いてあります。だから手作業と機械加工を融合して、めちゃめちゃこだわって作ったなんて鍛造アイアン。カカーンってすごいね。ほい、オーケー。なんかもうなんか持ってるだけでもいいんじゃないのぐらいの感じ。そんなこと言ったら怒られるのかしら。すごいな。いや、これ写真があるんでしょうけど、こっから見たこのトップブレードのこのそびえ立つ感じというか、すごい厚みがあるよね。厚みもあるわ、角丸めてないからこの切り出切削した感がすごい。うんうん、あえて残してるわけでしょ。だからその残してるんでしょうね、線の強い部分を。なんかこうなんか岩の切り出し場から切ってきましたみたいな感じがすごいですよね。やっぱ千葉さんの研磨は別格だと思いますよ。メーカーで対応できないのをこっそり千葉さんにお願いして、いや、なんていうかプロ対応したりするっていう噂をね、もうまことしやかにありますし、柔らかい、いわゆる軟鉄鍛造っていう感触とで、柔らかいんですよ、すごい柔らかいんだけど、なんかただ柔らかいとはちょっと違う。匠による熟練の技と先進マシーン、五軸機械加工の先進マシーンのテクノロジーの吸い付く感、しっとり感みたいな。バックフェイス側のなんかこのもう、まあ、ちょっとこう大胆というか武骨というかのイメージとは全然、中はもっと繊細でこう柔らかい感じです。スピン量6700です。いや、いい音、音がいい、音もいい、やっぱり軟鉄鍛造だね。うん、もうちょっとなんか荒々しい感じなのかなっていう想像だったのが全然違いますね。いや、まあそれ見た目から、見た目は荒々しいでしょ。鱗みたいな。実際ゾディアでさ、クロコダイル柄とかさ、スネーク柄とかのさ、特殊なアイアンがなんか前あった気がする。へね、機械加工、これも機械加工でやってるけど、うん、この模様もね、クロコダイルだけど、この辺も全部機械加工で削ってるよね。で、この辺のこの、これも機械加工だよね。ある意味これは飾りで、それ飾り、有効なのはここですもんね。そうだ、その辺ミルドコンがあるので、うん、だね、ちょっとその辺をこうあえてちょっとおしゃれというかね、だから研磨の技術が出ると言われてる、そのネック周りとかその外周を匠がやって、あとは機械にお願いしてる。確かにこの辺はすごい綺麗、構えやすいですよ。
で割とまあネックだったりトップブレードがすごい分厚いので、まあ、強さというかね押し込める感じみたいなのもするし、あの目標に対してこうパチッとまっすぐ線合わせたい人なんかこの強調されているトップブレードはいいんじゃないですかね。いい音。ちなみにヘッド単品3万円です。おお。キャッシャーの音がしますね。シャリーンっていうキャッシャーの音が。PC フォージよりさらに高いんでね。でもまあ手間とかを考えるとやっぱりちょっと納得感あるかな。まあだってもうありとあらゆるところにこう CNC というかこの機械加工の跡がね。そして千葉さんの手がね。うん。なんかしっかりこう叩けば叩くほどなんか奥まで届くみたいな感触がして、やっぱ打感いいですよ。おー頑張って飛んだ。なかなかキャリー160いかなかったです、ね、おーちょっと今頑張って振りました。じゃあもう感想を述べてもらおうかな。いや、これもね、あの生徒さんに何人かお使いになってる方がいて、そうなんです。あのほら、すごいね、ロデオ島が多いじゃないですか。茨城のほらギアサポートさんのレッスン会とか行くと、やっぱりロデオをお使いが結構多くて、で、いやまあそこまでほら生徒さんのクラブみっちり打ち込むこともないので、改めてちゃんと打ったらって感じなんですけど、でも PC フォルトじゃなくてそっちを選ぶ方がやっぱり一定数存在するってことですよね。はい、打感はまあ確かにいわゆる軟鉄の分厚い柔らかい。ちょっとこう繊細な打感が欲しい方はこちらの方がもう圧倒的にいいですよ。でかといってそのいわゆるそのシャープな、うん、難しく感じちゃう軟鉄鍛造じゃなくて、結構ヘッド大きめに見えて厚めに見えるので、クラブの方がサポートしてくれる感じの軟鉄鍛造なので、これぐらいヘッドの大きい感じがあって、でかつちょっとこうストレートネックっぽいけど、まあ、割とこの辺のところというか捕まりのところも綺麗にこう球を捉えてくれる、捕まえてくれる感じがしますし、ソールこれだけ広いと結構ダフっても滑ってくれるし、まあ、優しいよね。優しい軟鉄鍛造ハーフキャビティとしてはかなり優しい部類に入るかもしれない、はい、優しい軟鉄鍛造っていう感じがすごいです。で、まあ、ここの肉厚感、この角のねこのぶっとい感じはすごいんですけど、例えば、うん、ナショナルブランドだと、はい、ZX7 とか、はい、201CB とかと比べると、はい、どう？打感の柔らかさはもしかしたらこっちの方が上じゃないですか、うんうんうん、で優しさもこっちが上じゃないのかな。あの逆にヘッドのシャープさが、まあ、スリクソンとかブリジソンの方がより感じるかなっていう、はいはい、こっちやっぱ、まあ、どちらかというとアマチュアに振ってるわけですよね、はい、アマチュア向けの優しいでも打感がいいっていうのを作ってる感じはしますし、いやいや、まあ、上から構えた感じはね、まあ、この本当にここの直線的なのがとっても特徴的なので、まあ、これを好きだっていう方とやっぱちょっと苦手っていう方もいるかもしれないんですけど、好きって方からしてみたらものすごいこう構えやすいクラブなんだろうなっていう独特のこう世界観というか、本当オリジナルっていう感じがしますよ。ロディオのちょっとね世界観みたいな。いいですね。熱いね、はい。まあかっこいいよね。素晴らしい。ありがとうございました。音がいい。音もいい。